最後に情報発信の進化として、フルーツであるカカオと人との関係を理解いただくための映画、絵本制作への協力についてご説明いたします。はじめにご紹介するのは、ドキュメンタリーの演出家として、情熱大陸などを制作されている和田萌監督の映画制作への協力です。プロデューサー、鎌田雄介様音楽、原真理彦様 編集、宮島明様、イラスト、理香子香川様、ナレーション、堀千恵美様という体制で映画を制作されました。2024年1月12日に公開となる映画のタイトルは、めぐるカカオです。チョコレートの原料であるカカオの歴史、栽培する農家の現状や、カカオの可能性に見せられ、彼らの労働環境の向上や、 カカオのビジネスモデル構築に奔走する日本人の活躍を追ったドキュメンタリー映画ですシネスイッチ銀座様から全国順次公開予定です続いて紹介するのはザ・キャビンカンパニー様の絵本制作への協力です大分県由布市の廃坑をアトリエにして絵本、立体造形、アニメーションなどさまざまな作品を生み出し国内外で発表されていますこの度 フルーツであるカカオを通じて地球の社会課題を考えるきっかけとなる絵本を制作されました2024年1月24日に発売となる絵本のタイトルは「未来チョコレート」です食品を食べることがなくなった未来博物館に展示されているチョコレートのポスターを見てチョコレートに興味を持つ主人公マヤがカカオチョコレートを探す冒険に背景に地球温暖化を描きカカオの生態とともに 社会課題についても学ぶことができる絵本となっています絵本出版社大手白線社様から全国の書店に向けて出版販売されますカカオを通じて具体的な未来を考え実行する仲間が着実に増えていることに感謝いたしますそしてこの発表会を企画運営いただきましたスタッフ明治メンバーの皆様ありがとうございました 今後ともカカオに関わるすべての人々の笑顔に挑戦する、開けカカオの挑戦に、ぜひご期待ください。